れかな。
そうなんだ。昨日は尾道、昨日というか今日ですね、昨日の夜の11時ぐらいに石川県を出発して、途中で多分 2,3 時間は仮眠できたかな。でそのまままた起きて尾道までやってきて、10時か11時ぐらいに出発して、ずっと6時近くまで自転車に乗ってたんで眠いです。さすがに今日は疲れました。なので多分今から寝ても爆睡できるんじゃないかと思います。ちょっと落ち着いたかな、落ち着いたかな、マロコ落ち着いた。もう9歳やから落ち着かんないよ。はい、まあ、少しテントの中を整理整頓して、もう今日は寝ちゃいたいと思います。おやすみなさい。